はい、国原チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。国原ハラス男、国原です。本日3月16日土曜日午前11時5分になっております。本日ですね、4回目のお話は、これはですね、慣れない、慣れ合いでない優しさ、攻め心のない厳しさとは何かという話をしてみたいと思っております。この言葉はですね、実は倫理法人会の方の言葉なのか、あるいは今お世話になっているですね、経営の先輩の、お言葉、戦前のお言葉、なのかなというところなんですけれども、いずれにしてもですね、非常にいい言葉だなと思っております。教育指導並びに、人に対してですね、こう人の在り方を示す言葉ということだと思っておりまして、で、特にですね、この慣れ合いでない優しさというのが非常に難しいんですよね。で、先日ですね、とある会で、非常に若い方がですね、お話をされている機会がございまして、で、非常に彼にもすごい頑張ってもらいたいと思いますし、すごいなと、若くしてこう大切なことに気づいて、いろいろ学んでいる、非常に素晴らしいことだなと、思うと同時にですね、そのお話の中で非常にこう、準備不足の、エクスキューズ、言い訳ですね、これをこう連発されて、いらっしゃいましたので、やっぱりですね、そういうところを見ぬふりはできなかったというのが、今の私のベストプラクティスというか、最善の行動だったような気がいたします。で、これはですね、他の方はともかくとして、その慣れ合いにそれをその場で OK にしてしまうというのは、まさに慣れ合いなのではないかということなんですよね。なので、それを指摘、目的がある会というのは全て目的があるわけですから、その慣れ合いを起こさないようにするというのは非常に大事ですよね。なので、それを指摘すること自体が、非常に大事、攻め心なくですね、厳しく、それはやっぱり私はこう思いますよと伝えるというのはやっぱり大事なんだろうと思うわけですね。ともすると、そのお子さんに対してとか、あるいは若い人に対して、上の世代がですね、多めに見るというか、可愛いなというようなところって、誰しも感情だからあるじゃないですか。だけど、やっぱり、それはそれ、こうなんだというのを、やっぱりこう、きちっと言えるように、自分がなっていたいなというのがありますよね。で、それを言うには、やっぱり多分、普段から考えたり感じたり、葛藤を抱えて向き合うということをする必要があると思うんですよね。なので私もですね、一つのメルクマールとして、非常にこの、慣れ合いでない優しさ、攻め心のない厳しさというのは、非常にこう、ありがたいメルクマール基準になっているわけなんですけれども、その中身ですね、これをこう、いろんな場面で、自分に、これはどうなんだろうと、問いかけながらですね、そのクオリティというか、精度というか、それをですね、高めていきたいなと、そのように、思っている次第なんですね。はい。ということで、今日もですね、何かしらの皆様へのご参考になればと思います。皆さんも今日、素敵な一日をお過ごしください。国を争う男、国原でした。さよなら。